ハラルド・スベルド・ラップは、ノルウェーの海洋学者、気象学者。論文著作は200ペ以上にも上り、海洋学の発展、国際協力、更新の指導に尽力した。1911年に、オスロ大学を卒業してから、ビルヘルム・ビアークネスの助手となり、海洋学、気象学の理論的研究をした。初期の研究には、気象学の分野のものが多く、 学位論文は北、大西洋の貿易風に関するものであった。1917年から1925年にかけて、ロアールアムーンセンを隊長とするモード号の北極探検に参加。1931年にもアメリカ合衆国の潜水艦のオチラス号によるウィルキンスの北極探検に加わった。これらの観測をもとにして海洋循環に関する新しい理論を出した。 1925から40年は、ベルゲン地球物理学研究所のクリスチャン・ミッケルソン研究所の教授であった。その間アメリカに渡り、カーネギー研究所で、カーネギー号の海洋観測の資料の整理をした。1936年、カリフォルニア大学サンディエゴ湖付属のスクリブス研究所所長となる。在任中の12年間に、海流理論、 大気と海洋と境界の問題、乱渦、友情などに関する多くの業績を残した。第二次世界大戦中はカルフォルニア大学で戦時研究に従事し、水中音波、救命イカダ、風浪とうねりの研究などを指導して、上陸作戦などに成果を上げる結果を出した。1948年海洋循環のエネルギー源は密度差でなく、 海面を吹く風によることを発表した。1948年に帰国してオスロの極地研究所所長となり、1957年から1958年の国際地球観測年には南極観測、その他の研究を指導した。1950年には極地探検と海洋学への功績に対して王立地理学会から金メダルを贈られた。ありがとうございます。